マドリー、ユーロかコパアメリカ出場選手の五輪参加を禁じる。レアルマドリーは今回ユーロ2024かコパアメリカに参加する所属選手たちがその後パリ五輪に出場することを禁じた模様だ。スペインマルカは報じている。レアルマドリーはその決定をすでに所属選手たちに通達したとのこと。例外なく全選手が守らなければいけないようだ。レアルマドリーがそう決定した理由はユーロかコパアメリカに加えて五輪でもプレーした選手が次シーズンにコンディションを保てなくなった前例があったためのようだ。マルカはその代表的選手として例に挙げるのはバルセロナに所属するスペイン代表 MF ペドリ。現在21歳の同選手はバルセロナでブレイクを果たした2020-21 シーズンの終わりにユーロ2020東京五輪のロシアにも参加してシーズンを通して73試合に出場した。しかしその無理がたたってか筋肉系の怪我を繰り返すようになり以降の3シーズンでは71試合を欠場。現在も負傷離脱中となっている。2024-25シーズンはチャンピオンズリーグがフォーマット変更によって2試合増え、加えてこちらも新フォーマットとなり32チームが参加することになるクラブワールドカップも2025年6、7月に開催される。レアルマドリーは来季かつてないほどの過密日程を強いられることにより今回の選手の負担をどうしても減らしたい様子だ。こういうのをできるクラブは強い。これ当たり前にしてほしい。いや、困難で急ならバルサもしようよ。これに関してはバルサが先陣を切ってやらなくちゃダメでしょう。監督自身が悪かったなんて微塵も感じてないんだからさ。ここに関してはマドリーと協力すべき案件だな。残念ながら代表チーム、特に近年のラロハはあまり選手を守ってくれないので、ちゃんとクラブが声上げて規制するの大事。スペインの法律で協会から招集されたらクラブ側は拒否できないんですけど、どうなんでしょうね。これ本来はクラブ側じゃなくて FIFA とかが管理しなきゃいけない問題なんちゃうんか。いつになったら選手の過労問題改善されるねん。オフシーズンに試合ありすぎなんだよ。サッカーを金儲けの道具としてしか思ってない。ヤマルとクバルシは拒否権内のクソおもろい。クラブの資本である選手の国への招集を拒否できないスペインクソすぎだろ。スペイン代表はほぼゼロだから効力あるよね。バルサは死。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。